引っ越し作業に追われている中ですね、2日前と3日前かなに、カオリンちゃんと、アンズちゃんを、保護主さんのところにお戻しして、その後それぞれ丸1日ぐらいずつのハンガーストライキがありました。その後ですね、連絡を、次々いただいているんですけれども、ほぼほぼ、今はもうご飯も食べているし、排便の方も大丈夫だそうです。よかったです。そして、アンズちゃんの方はですね、背中をなでなでもできたそうです。これはさすがに、ベテラン保護主さんということで、そもそもアンズちゃんを保護されたのは、その方ということですね。背中がなでなでできるんであれば、あの子はなでなで好きなので、きっとスリスリしてくれるはずです。割と早く、馴染むんじゃないでしょうか。カウリンちゃんの方はですね、うちの方から伝説のブラシ、お渡しして、たら、やはりシャーシャーずっと言っているんですけれども、そのブラシが出てくると黙ってくれると。あとは夜泣きではないんですけど、泣いてる時もそのブラシで黙ってくれると、黙ってくれるっていうか気持ちよくなってくれるという方ですね。ひとまずはなんかね、作業でずっと追われていてですね、そちらの方のまあケアがなかなかできないかなと思ったんですが、僕たちが口出しをしなくても、どんどん、ちゃんとリラックスできているようなので安心しました。全然元気ですよ。今日はお皿から食べました。おいしい。大好きなホタテ味です。いいえ、勢いだね、うんもう少し引っ越しの荷物が片付いたら向こうの部屋も行っていいからね、うんうん、今おちびちゃんたちがもういないので、うん、自由にできるはずなんだけどね。ごめんね、もう少し急ぐね、うん、ね。箱の中であげます。はい、ポンちゃん。はい、ポンちゃんです。そっか。そして向こうの部屋が大好きなのは本当はポンちゃんですね。探検したいんだもんね。早く、うん、登ると思うけど、まあ綺麗に並べとけば大丈夫でしょう。じゃあ今日中に頑張りますよ。